どうもショボレン君、俺んとこ来ないか嬉しいカラコです。ごめんごめん。いいところ。今、間が曲がらない。いいところで。もう一回、もう一回。いや、いいです。あ、ミシです。すいません。ミシさんです。すいません。グダグダで。はい。はい。今日はですね、まあ、いつも1店舗、ちょっと預けてるホールがあるんですけど、うん、はい。新たなところに行きたいなと思ってます。うん、はい。挑戦ですね。はい。こう、高くなりましたけど、うん、はい。まあ、本当はね、福島にあと10日間いて、多分10日間だったら僕はちょたまがあるお店で稼働していくと思うんですけど、うん、まあ、2人いるのでね、うん、10日間が倍になるので、うん、はい、さらなる高みを目指して、うんうん、新たなホールちょっとチェックしに行きたいなと思ってます、うん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 、はい、了解しました。でね、そこでもうちょたま作るとかなりさらに有利に、ね、立ち回ることができるので、うん、はい、頑張っていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。今日の抱負目標か。抱負。お願いします。はい。今日の目標ですね。うん、今日の目標は、うん、まあ、ひなりゆきさんね。あ、真面目に行くね。そうですね。5月に1回ぐらいだったのを4発に1回、4回に1回、はい。ちょっとずつ確率上げられたらいいなと思います。はい。素晴らしい。うん、まあ、ひなりゆき使える機種はわかんないですけどね。まあそうね。まあ、それはわかんないんだけど。はい。大事です。大事です。しかも、今のは岐阜堂々打つ前提みたいな感じですけど、機種によってちょっと成功率違うんでね。あ、そっか、あ、そっか、そこも違うのか。うん、うん、まあ今よりもちょっとね、技術が上がったらいいなと思います。いや、素晴らしい。ひねり打ちは本当やっぱりプロだったら絶対必要な技術ですからね。うん、これ覚えられたらちゃんとできるんだったら、まあ一人前みたいな。いや、ちょっと調子に乗ってますね。さすがにそうはいかないから。はい、はい、いきます。いきます。はい、レポ。はい、西村先生、レポします。西です。元気出してくださいよ。元気出します。はい。ハロー、西です。はい。はい、ということでね、はい、餃子、ここ今どこだ？オリオン餃子。オリオン餃子。うん、福島といえばね、やっぱオリオン餃子ですよね。うん、って言いたいところなんだけど、違うらしいね。え、違うんですか。うん、宇都宮だったんじゃない。宇都宮だったんですか。次行こうとしてる地域に先にも行っちゃうっていうね、気持ちが。そうそう、名前乗りしちゃってるね。うん、うん、宇都宮餃子のタレとか思いたい。これもね、普通の醤油とタレとどっちも食べてみようかなと思ってるところです。うん、で、種類がいっぱいあります。はいはい。これはカラコちゃんゾーンですけど、食べかけですいません。食べかけのところつっちゃってすいませんね。はい、ラーメン食べてて、はい、チャーシュー飯と、うん、うん、今日作ったなんだっけ、味噌だれ餃子、うん、ですね。うん、味噌だれ餃子で、これ、わかりくんない、これみんなが大好き、パクチー餃子、うん、これも好きで、これ、オリオン餃子、うん、やつね。オリオン通りに、あ、オリオン通りにお店があるからオリオン餃子って名前です。ああ、そうなんですね。うん、今初めて知った。オリオンってなんか沖縄の言葉かと思ってましたわ。うん、ビールあるからね、そのままだね。うん、まあね、まあよくわかりませんけど、星の名前のような気がします。うん、それいいって。餃子ね、食べていこうと思います。はい、うん、まず普通のオリオン餃子、普通だからね。うん、まあ見た目はもう全く普通の餃子やね。はい、うん、家でも食べれそうな。うん、ここじゃ、ね、いただきます。ん、お、おいしい。おいしい、うん、かわいい。おいしいんだけど、あのね、すごいこう、肉しい。うん、餃子って中身にさ、本当に全然違うじゃん、うん、細胞目とか、うん、これはもう肉多めって言ってるから、めちゃくちゃ肉汁出てくるし、はいはい、うん、ワイルドな味付けですか。いいっすね、これはうまい。パクチーね、パクチーいきましょう。緑かかってますね。うん、ソースついてるんだよな、うん、パクチーソース的な感じ。パクチーソースだと思うけど、マヨネーズかな、マヨネーズ。はいはい、いただきます。うん、うめえ、うめえ、う
もう後からパッチリに、うわっ、俺が変わってくる。これ、餃子の中にもしかするとあんまり入ってないかも、パッチリ自体。そうですか。うん、後付けなのかもしれない。っていうぐらいなんかこう、ふわっと香るぐらい。うん、ないですね。それね。最後、味噌。これ味噌ね、味噌だれ。もう何の味噌かも全くわかんない。なんか甘いのかな。ちょっと食べてみましょう。これはうまい。はい。うまいよ。うまいよ。味噌はなんだこれ。八丁味噌。あの名古屋とか、ああいう感じの甘み、そんな感じの、ね、味がします、うん。普通にうまい。ここの餃子はうめえ。およかった。全体的にうまい。福島に行った際はぜひオリオン餃子に行ってください。そうですね。はいはい、あとね、宇都宮には本店ありますから、はいはい。こちらも行ってください。ああ、箸が。おっしゃったー、まあ、いいよ、タコちゃんもやるぞ。いや、もういいですか。はい、どうもどうも、こんばんは。こんばんは。時刻は10時45分でございます。今、福島県におります。はい、はい、福島でございます。はい、そういうコメントがあったので、ええ、はい、貴重なね、コメントございました、ね、はい、言いました、はい、はい、言いました。今日は12時間打ちましたかね。打ったね、12時間か。12時間ですね、うん。まあ食事抜いたらまあ12時間、うん、11時間半、11時間半ぐらいか、うん、ですね、うん、はい、これですね、うん。で収支がマイナス2万6500円でやってたかな、うん、はい、で言ってた気がする、さっきですね、うん、はい、でした、でした、はい、うん。まあ、ちょっとね、4連勝目いけるかなと思ったんだけどね。途中いけると思いましたよね。ね、途中プラス2人で3万ぐらいになりましたからね、うん、最高で。そう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 、うん、今日はもらったなと思いましたけど、思った思った、マジで思ったけど、最後僕は北斗8で995ぐらいハマったんですね。ハマってたね。そこまで行くなら1000回せよって感じですけど、まあね、中途半端だなって感じです。そればっかしはしょうがないんでね。まあね、惜しかったな、相当ね。まあ僕の方の台でラッシュやたら入って、うんうん、何これどんどん出んじゃんって思ってたけど、ね、4連続 20% のラッシュ入るとなかなかないっすよね。あ、まあそうだよね。どんだけの確率だよっていうね、うん、4回4連続初当たり7、うん、ですね。赤点そのうち2回切って、うん、で途中で変わったのが2回って感じかな、はい、うん。志村さんの台は結構ね、うん、見せ所があって動画や編集やりやすいですけど、僕の台なんか、うん、ほぼなんか、うん、当たるわけないと思ってエクストラチャレンジで当たったとか、熱中で当たってそう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 、でも2ラウンド取ったとか、はい、はい、それ動画編集た見せて楽しいのかな、大丈夫かな、それっていうのは。まあね、ありますけど、うん、微妙だったパターンでね、きっと見たい人は見たいと思いますから、うん、まあ、まあまあそうですね、はい、場所取れたからね、あんまりよろしくなかったかもしれないですね。僕のはね、はい、うん、俺もいいの見たよ、今日でも、うん、あのキリン柄のシネスコとかさ、あのシネスコ、海藻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 。シネスコってなんすか、知らない、シネスコ、あのさ、映画館とか、まあ、映画とか見るとさ、はい、なんか黒い何枠みたいな、はい、上位があるじゃん。あ、普通のテレビとかさ、YouTube とか違う。あれシネスコって言うんだけど。ああ、そうなんですね。そうそう、だ回線ついてんじゃん、シネスコ。はい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 。あ、シネスコはキリン柄だったっていう。あ、そう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 。あ、確かに。あれ、おーってやりましたね。そう。うわーって思って。はいはいはい。うん、よかった。楽しかったよ。いや、よかった。僕はなんかね、全然当たらずで。つまらそうだったね。うん、ただね、まあ、今日はね、うん、マイナスになりましたけど、うん、収穫もありました、うん、まあ、マイナスになったのは僕たち挑戦したんで、新しいお店に行くっていう選択肢をして、うん、そうね、当然あのちょっとマサイプレイ使えないので不利なのは分かったんですけど、うん、そこで行って、まあ、結構全体的に今日特定日だったから良かったのか分かんないですけど、うん、結構明け気味な調整でしたね、だったね、うん、うん、すげえラッキーっていうか
功を制したよね、挑戦はね。そうですね、うん、だから2人で話し合って、あ、福島もうちょっと延長してもいいんじゃないかっていう、うんうん、話にもなってるので、うん、はい、まあ、今後ね、使えるお店が、さらに今まで言ってたお店で使えるお店が候補にできたということでね、うん、はい、プラスに取れていっております。はい、うん、結局26回ぐらい回ったもんね、どっちの段も。そうですね、 26.5 か27ぐらいありましたね、僕は。はあ、はい、すごいよね。です。あと最初午前中はあの海のね、うん、寝台の太鼓でドン、太鼓でドン、太鼓でドンって名前なの、あれ。海のコラボですね、水太鼓でドン、見物があって。太鼓でドン、太鼓でドン、ゲームセンター、太鼓の達人じゃなくて太鼓の達人で。ずっと太鼓でドンって言ってました、僕のゲースのやつ。太鼓でドン、そんな笑いますよ、そんな笑いますよ、別に。別におかしくないでしょ、別に。そんな間違え。いや、まあまあ、ある間違いだと思う。ある間違いだと思うけど。なんでこのボケさら。いや、俺初めて聞いたなと思って。あ、そうですか。結構有名だから、みんなね。そうそう、そう、うん、知ってっかなと思ってけど。うんうん。太鼓でと。太鼓でと。はい。太鼓の達人ね。太鼓の達人。それも、まあ、まずまずだったんですよ。うん。うん、はい。あまり打ちたかったな、打ち切るんだと打ちたかったんですけどね。まあそうね、うん、やっぱりね、あまり打ちっていうのはね、本当ね、なんですかね、技術力が本当に出たまに出るんですよね。ああ、そういうもんなんだ。細かい技術力、はい、そう、海で行ったら、うん、まあちゃんとアタッカーのね、うん、ちょうど球が入るぐらいで止めるとか、うんうんうん、まあ電柱さなんかしっかり、まあ、止めちゃるとか、うんうん、はいはい、いつも言うあの、ね、ちゃんと電池終わったらなるべく保留貯めて終わりましょうとか、はいはいはい、うん、あとは海のまでじゃ特に大事なのがあれですね、少ない保留で当てる。ああ、そっか、うん、へそ落ちしたから。へそ落ちないですよ、あれは振り分け一緒ですよ。あ、オウミブラックはへそ落ちありますけど、ああ、はいはいはい、あ、そっか、今日打った台はへそも電柱も振り分け一緒なんで。あ、なるほどね。そこの違い分かってます？うん、分かってる。あれよね、ST があるも、ま、ブラック ST だもんね。はい。うん、ST があったら、まあ、へその抽選確率、うん、振り分けの抽選確率、はい、と電柱の振り分け確率が違うって話だね。違う。あ、はい、まあちょっと ST があるからっていうのは関係ないですけどね。あ、そうなの、ね、ST 機に多いんだと思ってた。格変、ん？今日打った太鼓でドンは、はい、あれなの？一緒なの？一緒か。一緒っていうのは何と？あの振り分け確率、へそと電柱。一緒です。はい。今までの海のアマデジはちなみにだいたい ST 機が多かったんですよ。99分の1とかで、うんうんうん、まあ、5回転なり、まあ、アグネスだったら10回転とかですけど、うんうん、はい、太鼓レードンは多分海史上初なんじゃないかなと思うんですけど、うん、アマデジで ST じゃなくて、まあ普通の、うん、スペックを、まあ、ラウンド数を減らして出玉数を削ったっていう感じのスペックになってるんですよね。知ってました。そうなんですよ、だから結構新しい挑戦なんですよね、うん、この太鼓の達人は。修正してきたね。うん、はい、うん、なるほどな。そう、技術力で結構変わるので、うん、だから僕結構あと使ったのが、うん、保留7か8になった時に、うん、トイレに行くと、まあ、西村さんが隣にいて見てくれてるの知ってるので、うんうん、その段階で減ってる保留で当たったら時間も節約できるし美味しいじゃないですか。確かにね、うん、はい、2人ならではのね技も結構使えたりするので、うん、うん、はい、そうだよね、それ本当にいいよね、うん、うん、素晴らしい、はい、ぜひ2人でうちに行ってください。はい、うん、いろいろ有利になりますね、2人ですね、うん、はい、うん、はい、どうでしたか今日の目標は。そのと言ってましたね。今日の目標何って言ってたっけね、俺。大体夜になると忘れちゃうんですけど。あ、そう、ひねり打ちだ。忘れてるってことは意識してないっていうか、まあ、今日はひねり打ちしない、ね。ひねり打ち台なかったから。ひねり打ちする台なかったですからね。うん、はい、そう、ひねり打ちしなかった。
出すね、うんうん、まあ、北斎とはひねり打ちすると、うん、結構釘がもうすぐ上にあるので、うん、釘に当たっちゃう可能性もあるし、うん、あの球が結構左に流れるんで効果めちゃくちゃ低いんで、うん、やらない方がいいんでね、やるだけ無駄なんで、そうですね、あ、そうだ、今日オフトレットでラッシュをやってる時に、うん、はいはい、あのそういえばカラコちゃん前言ってたなと思ってやったことがあるんだけど、あ、ちょっとだけ弱く打つ、あ、はいはいはい、うん、やってみたんだけど、はい、まあなんか体感だよ、はい、体感だけど、うん、あのなんかよく、まあ、アタッカー空いて、うんうん、15個がポコポコ入るわけだけど、はいはい、なんか60とか75とかの表記が結構ちょこちょこあった気がするなって思って、うん、もしかしたら効果あるのかっていう気がしているなって思ったっていう話です。ちなみにそれは、やってくれたのはありがたいんですけど、小当たりラッシュ中だけやりました、それとも小当たりラッシュ中も確認チューブも、うん、両方やりました。小当たりラッシュ中だけ、あ、そうですね、うん、それがいいと思います、うん、まあこれ多分僕合ってると思うんですけど、小当たりラッシュ中は、うん、球の威力をちょっと殺せば、うん、アタッカーに乗っかってる球が多くなるし、うんうん、アタッカーに向かいやすくなるんですよね、うんうんうん、弱くなった方が、はいはいはい、だから効果的ですね。あ、おそらくどこの雑誌にネットにも書いてあるわけじゃないんですけど、はいはいはい、で核変中は、アタッカーが1回転回るとまあたまに開かないときもあるんですけど、パカパカ開くので、うん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 、そこに入れたいので、うん、勢い強くして、うん、電柱のパカパカを飛び越えさせたいので、はい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 、核変中の ST 以外は強めで、ST 中は、うんうんうん、ちょっと絶対に左に行かないように、うん、ちょっと弱く球の威力を殺すと、うん、球が増えると思います。あ、すごい貴重な情報だね。はい、本当、うん、パチンコに関してはめちゃくちゃ本当1個でも増やす努力を僕は努力というかもう病気ですね、病気なぐらいケチなので普段そんなことないんですよ、自分で言うのもあれですけど、パチンコになると、パチンコになると応じてる球が広いし、本当に、うん、そうね、うん、なんだパーソナルシステムっていう、まあね、わかります、パーソナルシステムってドル箱がないもんシステムですね。あ、はいはいはい、はい、その下にある球とかにボールペン突っ込んで球かき出したりとかするんでマジで、あ、そう、あれ結構取れるんですよ、あ、そう、ボールペン突っ込んで、うん、それは別にあれだよね、なんかたまたま挟まってたような球を取るときにってことだよね。いや、もう常に座ったら、あ、前の人が打ってたりとかして、あ、それはまあちょっとあんまり言うとあれなので、いや、もちろん自分が打ったら打つだよ、うまく流れないかもしれないよね、はい、やってちょっとでも節約、はい、それ積み重ねですからね、本当パチンコでも収支を残すっていうのは本当に、まあそうだよね、それそうなるよね、すごいね、自販機の下から10円拾うみたいな話まあまあそういう感覚ですね、まあ、はいはいはい、まあ、自分の玉ですけど、うん、はい、なね、素晴らしい、さすがです、はい、うん、いろんな話しちゃったね、はい、いろんな話しちゃいましたね、はい、じゃあこのところで、このところで締めたいと思います、はい、それではバイバイ